これ今ボリューム小さくしてますけどもかなりのあのう、ー、るささでしたねそのヘッドホンつけて聞くか聞かないかで、ね、これあのー、だいぶ変わってきますまあ,あのこの辺、えー、点灯させていわゆるやんしゃっていうやつですね まあ、乗ってたのは老人男性なんですけども。で、これでね、あのー、まあコメント欄を見ると、そのコメントに対してね、えー、どういう人間なのかっていうのがよくわかる。これはあの防犯カメラとかと同じですから、盗撮とは全然違います。で、えー、こういう人はまあどういう人なのか。ね、自分の名前出しないでしょう。 あのそういうふうなところでも、あのー、どういうふうな人間なのかっていうのがね、基本的にこういうふうなところをクリックしたら、あのー、本名を、あのー、自分から出してるかどうか、その辺のところでね、えー、その人がどういうこと、どういう人なのかっていうところが、人となりですね。 まあ、あの、あの車が何かしたんっていうことを書いてるんですけども、すでにしてるんですよ。人の家の前で。それが自分で認識できてるのか、できていないのか。これ、しょっちゅうしょっちゅうするしに来る人間が、先ほどの映像ね、この車、先ほどの。 こういうような車が、あのー、しょっちゅう来られたら嫌かどうか、まあ、簡単じゃないですか答え。<noise> これねパソコンのそのんヘッド音つけてね弾いたら全然、えー、音違いますよ。 で、まあ、あ車検がどうこうじゃなくて、人の家の前に来て、えー、迷惑かけたらダメなんですよ。あのー、わかりやすく言うと。学校教育で、人の家の前でタモロするなって学校の教師に習ってるでしょ。全員学校教育で習ってるはずなんですよ。義務教育で。で、それなぜかっていうと、迷惑防止条例違反とかに引っかかるんですよ。え、判例あります判決あります 裁判所の判決に総務いたら即逮捕です。で、あの建物自体、本当は2003年に建物解体されてるんですよ一、一度。ああいうふうな連中がたくさん集まってきていて。本当です。まあね、あの、僕が今、こうやって、あのー、コメントしてる、えー、各自の人間が、まあ、どういうふうな人なのか。 芸能人とかいるでしょテレビ局関係者の人とかで。なあ、その、どういうふうなコメントを他のところでしてるかとか、それいろいろ調べたら、元テレビ局員だったとか、あのー、関係者であっただとか。 まあ、あのー、あとはゲーム業界、うんぬんとか、まあ、基本的にね、こういうようなコメントを作る人って、あのー、Facebook とかに登録しなきゃならないんで、えー、どこの誰かわかるんですよ。で、ま、あ裁判所とか通せばね、あのー、まあ、裁判所通さなかったもわかるときはわかるんですけども、あのー、その、なかなか Facebook に、その、 世間で公表されている登録者数がある数なのかどうか大変疑問ですね。その、1億人超えだったか10億人超えだったか、それはまずないですね。みんながみんな Facebook いちいち登録するかってうのはそれはないです。一般人の,あの人でなかなか Facebook 登録する人まずいないですよ。大体あの芸能関係者とか IT 関係の人間ですね。 あのー、自分で、その、我流で、その、僕もそうですけども、Facebook 登録しましたけども、やっぱりめんどくさいです。で、YouTube とか、そういうのを作成したりするのも。で、そういうのをね、えー、まあ、なりわいとしてる人って、まあ、だいたい芸能人だったりします。まあ、Facebook に登録してるだけだったらなりわいにはならないんでしょうけども、あのー、まあ、 どういう人が、あのー、まあ、ああいうふうなね、こういう,う先ほどのあ,ああいうふうな違反者を、あのー、嫌ってるか、もしくは肯定してるような人間かがコメント見たらすぐわかるんですよ。で、乗ってる人はもう老人男性なんですよ。で、まあ、 老人男性でね、そのー、こんなやんちゃ、あのー、いや、もうこれね、あのー、先のパソコンの音だから分かりにくいのかな。ちょっとヘッドホン通してボリューム上げて、音、ちょっと、出してみますね。ちょっと待ってくださいね。うーんこれでどうだろう。う 重低音感とかは全然違うでしょ、あのー、これね、家の前であの、ああいう風なマフラー改造車、ちょっと、あのー、アクセルあの踏まれただけでも、だいぶうるさいですよ、うっとうしい、であのデシベ、デシベルがどうこうとか、そういう問題じゃなくて、迷惑かけてるかどうかなんですよ。 で、何回も、あの、挑発行為しに来てるかどうか。これはもう次は刑法の話でもあるし、まあ民法の方でもあります。挑発行為というものは。それを違反してるかどうか。だから、挑発行為を行った人間はすでに違反してるんです。で、それを何回も行うと、えぇ、ー、類反過重。まあ、あの、まず裁判官がそれを認めるかどうかの話にもなってくるんですけども、その挑発行為であると。 で、その、ま、迷惑防止条理派のところとかに関してもね、えー、引っかかってくるんで、あのーあ、威嚇行為もついてくる可能性があるんです。えーっとね、ここのん、説明欄のところに書いてたかな。えー、っとね、ここには書いてないかな。説明欄。この動画の説明欄には書いてないか。ちょっと待ってください。 自分の方の、今確認中なんでちょっと待ってくださいね。えーっとね。まあだから、あの、テレビのその、 その、暴力団っていうものは複数の人間で暴力行為を行ってしまった時に裁判所でね、その、暴力団として認められるかどうか、その、 組合っていうのは、あれは労働組合とかのことで、会社ごとね、その喧嘩をしてしまった人間とかが裁判所に法廷出されて、その暴力団としての扱いになるかどうかで、暴力団として認定されたら、ま、ああの、5年間仕事できません。で、そういうふうなね、あの、いろんな法律があるんですけども、あの、 まあ、類反過重だとか、まあ、いろいろあるんですけども、さっき言ってた威嚇行為ですね。あの、威嚇行為とか、まあ、誰かに言われて行ってるんだったら、その、うん、進めた人間は強さまあ、もうその次、刑法第62条の法上。まあ、このあたりなんですけども。あのね、こういうところに該当してくる可能性もあると。で、 ちょっとね、あのー、私もだいぶとんでもない目に合わされてますんで、えー、その犯人とかをね、えー、とぼけたりして、えー、教えなかったら、犯人、えぇ、ー、あのー、まあ、陰徳等と、えー、まあ、犯人を、えー、隠してるとか、あのー、証拠隠滅等とかね、えー、該当しないかどうかとか、その車を、 確保してしまった場合とか。で、まあ、第105条の、その親族に関する、親族による犯罪に関する特例を使用した場合は、こちらは第244条の丸3を使用しますと。まあ、これはな、あの、天使とか呼んでもらったらわかります。どういうことなのか。これ、244条の3を知らなかったら、105条までで読み終わってたら、 この辺のところで泣いてしまうことがあるかもしれませんけども、まあ、これで、あの、道途でもなります。で、あとは、騒乱の罪とか、まあ、多種不解散とか、まあ、こちら行政指導を何回か、まあ、昔言ってるはずなんですよね。だから、この辺のところも、本当は該当するはずなんですよ。で、まあ、私の家の中から、その仮執行までの証その判決書類が盗まれたり、パソコンのパスワードとか記載されてるノートが盗まれたりしてる以上、まあ、 第130条の,あの住居侵入等とかあの、こういう風なところの違反になってくると。これね、あの併合罪っていうものがあって、えーまあ、刑法の45条なんですけども、併合罪で。何回もそれを行ってた類反過重っていうことになって、もうこれ、とんでもないことになります。で、まあ、あのうーん。 まあ、その、あの、春山生骨人とかに集まってきてる人間とか、ああいうふうに来てる人間の中で、その、エロ業界がある人間を混ざっている可能性が存在すると。で、そういうのは、刑法第175条の、わいせ物分布等に関する、えー、ものに該当してくる。丸一えー、文書読みますね。これ、六方全書の内容なんですけども、わいせな文書図が、えー、電磁記録に関わる記録媒体、その他のものを分布し、または公然と陳列したものは、2年以下の懲役も、 もしくは250万円以下の罰金もしくは、えー、過料に支障し,し、えー、または懲役及び罰金を、えー、閉鎖するあの、合わせるっていうことですね。あの支払い能力がなかったら、そのまま、えー ま、刑務所と。まあ、そういうふうなことだと思うんですけども。まあ、精神病院というケースもあるのかないのか、ちょっとその辺のところはよくわかりません。で、電気通信の送信により歪いな、えー、電磁的記録、その他の記録を分布者も同様とする。だから、あの、エロサイトとかそういうことですね。な、デモトがどこなのかっていうところを徹底的に押さえて、何回でも250万払わしちゃったらいいんですよ。な、これ本当のこと言うとね、 あのアダルト、アダルトコーナーとか、あいたものは、もう論外なんですよ。本当は非合法な稼ぎ方で、あの、エロの写真集とか、そういったものも。あとは、まあ、軽犯罪法関係にも当てはまってきますし、本当は。 でもと元も々そういうふうな判例の勝訴があるはずで、で、そういうふうなエロ業界の人間を、その、性被害者にあっている人たちが存在していて、そういうエロ業界が存在するから、性被害者の人たちが存在すると、レイプされたりした人たちのことです。それを考えたときにね、あの、どちらが悪いかっていうことぐらい、簡単にわかるし、 で、ええー、そういうふうな人間を増やしてる、助長してるっていうことになってきますんでね。あのー、判例ですでにあるんですよ。当然ですけども、そのレイプした人間の方が悪いですよ。当たり前のことです。誰でもわかることです。あのー、簡単にね、あのー、どこの誰ともよくわからん連中と、こう、たむろしてると、ええー、いろんな、 法律がまあくっついてくるっていうことになって全部それがあの適用されてるあの形になってくるとまあ軽犯罪法の方でいうこと第1条の20の方ですね まあ、こういう風なものとかもありますし、その、外歩く時の確保とかもそうですけども、海水浴場とかも。えあとは指示的、画像記録の提供等による被害の防止に関する法律、第2条などにも違反すると。で、あとはまあ、組織的な犯罪の処罰、及び犯罪収益の規制等に関する法律っていうものがあるんですけども、最初、会社の話をしたのも、これなんですよ。組織的な犯罪って会社のことなんですよ。 あの、他にもいっぱいまだまだ法律ついてきて、まあまあもう大変なことありますね。だからもと TSUTAYA なんかもう500店舗以上倒産してるんですよ。当たり前ですよ、そんなの。だから徹底的にそういうふうなアダルトコーナー置いてるところ見かけたら、みんなで通報して、で、しっかりと、えー、何回もお金払わせて、えー、まあ消費税が上がらないように、えー、なんとか食い止めようとしたりだとか、まああのー、 お金のことばっかり考える人の言葉ですけども、先ほどの内容は。まあ、その、レイプされてる人たちのこととかがかわいそうだと。え、人として間違ってると。まあ、そういう人たちは、まあ、あの、人情的に、人情的に、え、善意の第三者ということでですね、え、通していただいたら、そういう法律があるんですよ。その法律はかなり、あの、効力強いです。この内容でいくと。以上です。